ビルド・パリは、フランス海軍の90門、後に104門一等戦列艦。アメリカ独立戦争において、ドグラス提督の機関を務めていたことで知られる。ビルド・パリは、1757年に90門艦、アンペテュとして、ロシュフォールで寄港された。軍人で後に、政界の有力者となったショアズールによって、フランスの町や州から海軍に基金を集める、 船の寄付キャンペーンの結果、パリ市民から多くの寄付を集めて建造が行われたため、1762年にビルド・パリと改名された。ビルド・パリは1764年に90門一等戦列艦として浸水した。この船の観光はちょうど7年戦争の終結直後だった。ビルド・パリはルイ15世紀に建造されたフランスの数少ない山荘艦だった。 この頃のフランスは財政面の厳しさから主に六十四門から八十門の二層艦を好んで建造していた。七百七十九年には十四門の八ポンド砲を五艦パンに追加し百四門艦となった。セインツの海戦でイギリス艦隊機艦バーフラーと打ち合うビルドパリ七百七十八年にフランスがアメリカ独立戦争に参戦するとビルドパリは ブレストで任務につき、ドグッシェン帝督の艦隊で機関を務めた。この年の7月には、ドグッシェン帝督の座城艦として、ドルビリュー伯爵ルイジロー帝督の指揮の下、決定的でない第一次ウェサン島の海戦を戦った。1781年3月には、ドグラス帝督の機関として20隻の戦列艦を、従え、西インド諸島への航海を行った。そして、そこで、 ォートロイヤルの海戦、チェサピーク湾の海戦、セントキッズの海戦といった数々の海戦に参加した。ビルドパリの沈没1782年4月12日のセインツの海戦において、機関ビルドパリは重大な損傷を負い、ドグラス提督ともどもジョージ・ロドニー提督のイギリス艦隊に降伏し、捕獲された。この海戦はフランス艦隊の敗北に終わった。 1782年9月、ビルド・パリはニューファンドランド沖でグレーブズ・提督の艦隊の一員としてイギリス本国に戻る航海の途中、強力なハリケーンに巻き込まれて沈没した。乗組員は一人を除いて全員犠牲となった。この船はイギリス海軍がアメリカ独立戦争で失った20隻の船の一隻となった。1795年、 イギリス海軍はこの船にちなんで、先月間、ビルでパリスを浸水させた。ありがとうございます。